皆さんこんにちは。魚で野菜を育てるアクアポニクス大学です。今回の動画ではアクアポニクスを機能させるために必要な立ち上げと日常の管理について解説していきます。アクアポニクス大学ではアクアポニクスに関する知識や制作の様子など様々な情報をこれからも発信していきます。ぜひこの機会にチャンネル登録をよろしくお願いします。今回の動画の感想やアクアポニクスについてこんな情報が知りたいなどご要望がありましたらコメントしてください。今回の動画はこの流れに沿って説明していきます。まずアクアポニクスの立ち上げについて、次に日常管理の方法について、最後によくあるトラブルについてです。それではまずアクアポニクスの立ち上げについて解説していきます。まずアクアポニクスの立ち上げについてお話しする前に、アクアポニクスを設置する環境についておさらいしていきます。アクアポニクスを設置するためには次の4つの要素が大切になってきます。1つ目が電気、2つ目に平らな床、3つ目に太陽、4つ目に水です。まずアクアポニクスはポンプを動かすために電気が必要になります。アクアポニクスを設置する場所に電源があるか確認しましょう。次にアクアポニクスは平らな場所に設置しましょう。地面が傾いていたり水平が取れていない場所では水が溢れてしまったり野菜をうまく育てられないことがあります。できるだけ水平が取れている場所にアクアポニクスは設置しましょう。続いて日の光がよく当たる場所に設置しましょう。野菜が育つためには太陽の光が必要です。もし室内にアクアポニクスを設置したい場合には日当たりのいい場所に置きましょう。日当たりが悪い場合にはLED ライトを使用して光を補ってあげましょう。最後に水です。はじめに水槽に水を張るためにはたくさんの水が必要です。またアクアポニクスを運用していると水が蒸発したり野菜が吸収するため徐々に水が減っていきます。そのため定期的な水の補充が必要です。水源が遠いと水の運搬が非常に大変で苦労することが多いので、なるべくアクアポニクスは水が近いところに設置しましょう。アクアポニクスの設置場所が決まったら、アクアポニクスを実際に始めていきましょう。アクアポニクスを始めた時点では、魚の排泄物を分解する微生物がいない状態です。微生物がいない状態では、水質が悪化しやすく、魚が死んでしまうこともあります。また、微生物がいなければ、野菜の栄養となる物質もなく、野菜も育ちません。では微生物はどうやって増やすのでしょう。アクアポニクスは別の動画でも紹介していますが、自然の生態系を生かした技術です。実はアクアポニクスに必要な微生物は何かを加える必要はなく、微生物にとって餌となる物質や過ごしやすい環境があれば自然に増えていきます。微生物にとっての餌とは魚の排泄物です。魚を飼育することで排泄物が発生し、微生物が餌を求めて集まり、アクアポニクスの中で増えていきます。通常この微生物は3から4週間かけて増えていきます。このアクアポニクスに微生物を定着させ、魚の排泄物を分解し野菜の栄養へと変換させる環境づくりのことをアクアポニクスの立ち上げと呼んでいます。アクアポニクスの立ち上げ期間は微生物がいないために、この写真のように水が白くなることがあります。これも微生物が定着を始めると透明に変わっていきますので、大きく心配することはありません。アクアポニクスの立ち上げのポイントは次の通りです。1つ目、魚の餌は控えめに与えましょう。微生物がいない期間で一番問題になるのが消化作用の動画でも紹介しているアンモニアです。餌を与えればそれだけアンモニアを排泄することになり、水中のアンモニア濃度が増えていき、魚にとって危険な環境になってしまいます。餌は少なめに、また2、3日に1度ぐらいにしておきましょう。2つ目、魚を初めからたくさん水槽に入れないようにしましょう。魚を多く入れれば当然アンモニアも多く排泄されます。微生物が増えるまでは予定の魚の数は入れないようにしましょう。小さい水槽なら1匹2匹程度にしておきましょう。
3つ目、水の濁りが強い場合や魚の様子がおかしいなどあれば水を一部入れ替えましょう。新しい水を加えることで水中のアンモニア濃度を下げることができます。ただし極力水替えをしなくて済むように餌を控えめにあげることが大切です。4つ目、アンモニアの濃度が検査できれば検査をするようにしましょう。説明した通り、立ち上げ時に問題になりやすいのはアンモニアです。水質検査でアンモニア濃度を把握すると水替えの必要性を判断することができます。これは必須ではありませんので検査をしなくても構いません。5つ目、水温が低いと立ち上げに時間がかかります。消火作用の動画でも説明しましたが、消火細菌は20度から30度くらいの水温で活発に活動します。この温度帯で管理すると微生物も早く定着することにつながります。6つ目、野菜も初めから植えておきましょう。野菜はアンモニアの状態でも窒素肥料として吸収します。特にレタスはアンモニア対窒素を好む特性がありますので、立ち上げの時にはレタスを植えておくとアンモニアの調整になるでしょう。ここからはアクアポニックスの日常管理について解説していきます。まずは日々の管理です。1つ目は餌やりです。アクアポニックスは魚の排泄物が肥料になります。餌やりは大事な作業の一つです。一度に与える餌の量は3分ほどで食べきれるようにしましょう。野菜の量に対して餌を与えすぎてしまうと藻や苔が増えてしまう原因となります。様子を見ながら餌の量を調節するようにしましょう。2つ目は野菜の管理です。メディアベッドの場合は直接種をまくこともできますが、育ちにくいこともありますので種まきポットや苗を購入して植えるようにしましょう。アクアポニックスは野菜があることでバランスが成り立ちます。常に野菜を植えておくようにしましょう。3つ目、魚の観察です。魚も病気になってしまったり何らかの影響で死んでしまうことがあります。日々魚の様子を観察し、体調が悪そうな魚がいれば別の水槽に移すなどして治療してあげましょう。では次に、毎日ではないですが1週間ごとぐらいに行う作業です。1つ目は水足しです。水の消費は少ないアクアポニックスですが、水面から水が蒸発したり野菜が水を吸収するため徐々に水槽の水が減っていきます。様子を見ながら水を補充してください。水道水を利用する際には軽き抜きを忘れないようにしましょう。2つ目にポンプや配管の点検をしましょう。水の循環がうまくできていないとアクアポニックスがうまく機能しません。定期的に水がちゃんと流れているか確認しましょう。3つ目、葉の状態の観察、可能であれば水質検査をしましょう。餌の量が少なかったりアクアポニックスの状態が悪いと野菜がうまく育たなかったり魚に悪影響を与えてしまいます。植えてある野菜の葉の状態を観察することでアクアポニックスの状態がある程度把握することもできますが、水質検査をすると確実です。可能であれば水質検査もできるようにしましょう。アクアポニックスの水質検査は硝酸と pH が測定できれば基本は大丈夫です。硝酸はアンモニアが消化作用によってできる物質で野菜の肥料となります。野菜の量が一定であれば餌が多いと水中の硝酸濃度は増え、逆に少なければ硝酸は少なくなります。餌の量を一定にした場合、野菜の量が多いと硝酸は少なくなり、野菜が少ないと硝酸は多くなります。水質を検査できると餌の量や野菜の量をご自身で調整できるようになりますので、アクアポニックスの管理がしやすくなるでしょう。 pH は野菜は水の pH によって吸収できる栄養が変わってきます。多くの野菜は弱酸性から中性を好みますが、中にはアルカリ性を好む野菜もあります。水質を検査することで育てる野菜に合わせて pH をコントロールすることができるでしょう。水質検査は必須ではありませんが、初心者の方はこの硝酸と pH を把握することで
アクアポニクスがより管理しやすくなると思います。アクアポニクスの水質検査は液体を使ったものや粉末状の試薬を使うものがあります。またセンサーで測定することもできます。週に1回程度の検査であれば試薬を使うことが経済的です。おすすめの商品は説明欄に記載しておきますので、興味がありましたらご覧ください。では最後に日常の管理でよくあるトラブルを紹介します。最初は水槽に藻や苔が増えてしまうトラブルです。アクアポニクスでは野菜を育てるために水の中に栄養が多い状態を作り出します。そのため水に光が当たると藻が増えてしまう原因となり、水が緑になったり苔だらけになったりします。こうならないようにするポイントは、まず水槽に直射日光を当てないことです。次に藻を食べる魚を入れましょう。3つ目に餌の量を少なくすることです。もし藻や苔が増え始めてしまいましたら、こうした対策をとってみましょう。次に野菜がうまく育たないトラブルです。野菜が育たない原因は様々ですが、うまくいかない場合にはまず野菜と魚、微生物の好む温度帯を確認しましょう。この温度帯から外れていると魚の排泄物がうまく分解されず、野菜の栄養が少ない状態になってしまったり、そもそも野菜が環境に合わないことがあります。温度に問題がなければ栄養不足と光不足を疑いましょう。餌の量が少ないまたは野菜の量が多すぎると栄養不足が生じてしまいます。それによって野菜がうまく育たないことにつながります。また野菜が成長するためには光合成が必要です。光が少ないと光合成がうまくできず野菜が育ちません。このどちらかは問題ないか確認するようにしましょう。続いて育てた野菜に虫がついてしまうトラブルです。アクアポニクスでも野菜に虫がつくことがあります。アクアポニクスの防虫対策で課題になるのは、魚に有害な農薬や寄肥剤などを利用できないことです。農薬を使用しにくいことから、防虫対策は基本的に防虫ネットを利用したり、手で取り除くなど物理的な対策が必要になります。有機農薬の中には魚に害の少ないものがあります。そういったものを使用するか、もしくはコンパニオンプランツをうまく利用することも有効です。では最後にメディアのメンテナンスについてです。メディアは基本的に洗浄をする必要はありませんが、魚の量が多いと排泄物の分解が追いつかず、メディアの中に糞がたまり排水が悪くなることがあります。その際には糞がたまってしまった部分だけを洗浄するようにしましょう。メディアをすべて洗浄してしまうと、魚の排泄物と合わせて多くの微生物も洗い流してしまいます。時間が経てばまた微生物は増えますが、排泄物の分解が遅くなってしまうことがありますので注意しましょう。メディアに排泄物をたまりにくくするために物理フィルターを追加するのも対策の一つです。たくさんの魚を飼育する場合には物理フィルターを使うことがおすすめです。フィルターについてはまた別の動画で紹介していきますので、そちらもぜひ参考にしてください。これでアクアポニクスの日常管理についての解説は終わりです。より詳しい解説は今後もこのチャンネルで公開していきます。今回の動画に関する質問や動画のリクエストがありましたら、ぜひコメント欄に記入ください。今後もこのチャンネルではアクアポニクスに関する情報やアクアポニクスを制作する動画を紹介していきます。それではご視聴ありがとうございました。